1月30日、川崎市宮前区のセレサムス宮前店で川崎育ち料理教室が行われました。この料理教室は地元川崎産の野菜、川崎育ちをもっと多く食べてほしいと企画されたもので、毎年この時期に行われています。講師は市内の女性農業担い手グループあかね会です。教室ではあかね会が育てた野菜を使います。今回は太巻きと白菜の柚子サラダ、けんちん汁の3品を作ります。最初に講師が作り方とそのポイントを説明すると、参加者からは熱心にメモを取る様子が見られました。続いて調理へ。野菜の切り方や調理のコツなど、丁寧な指導で参加者へのアドバイスがありました。料理ができたところで早速試食です。参加者は採れたての新鮮な野菜で作った料理に舌鼓を打っていました。皆さんの協力でなんかすごく美味しいのができて大満足です。ありがとうございました。太巻きがの具材がとっても多くて、1個食べたらお腹いっぱいになっちゃって食べきれませんでした。